皆様こんにちは。お囃子塾第38話にようこそ。今回は洋楽と邦楽との違いの2つ目、音楽の性質の10回目、3周回、ファイナルタッチ影囃子です。歌舞伎囃子では小鼓大川、太鼓、笛の四拍子だけが舞台で、その他の楽器はすべて舞台の脇にある黒いすだれのかかった部屋で演奏します。舞台面のお囃子を出囃子、舞台の脇のお囃子を影囃子と呼びます。影囃子は出囃子とともに演奏に関わる以外、合図を行う、効果音を作るなどのことも行います。そんなことも音楽界の中で独特ではないかと思います。前回は小鼓と大川の狂言括弧の手組みをご紹介しました。今回は皆様に一緒に影囃子を打っていただきたいと思います。今日は次の順序でお話ししたいと思いますので、最後までご一緒くださいませ。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。1、大太鼓で水音を作ってみよう。2、ドラでお寺の鐘の音を作ってみよう。3、当たり鐘で太鼓を飾ろう。4、舞踊曲藤娘に合わせてみよう。1、大太鼓で水音を作ってみよう。はい、それでは大太鼓で水音を作ってみましょう。水音には滝の音、海の荒波、さざ波、川の波、いろいろありますが、今日は藤娘の最初に出てくる静かな池の水を作ってみましょう。大太鼓と長鉢を使います。一本の鉢で太鼓の真ん中を最初は静かに。だんだんに大きく、そして最後、一瞬間を空けて2本のバチを太鼓につけておしまいです。もう一度打ってみましょう。太鼓の真ん中を最初は静かに。だんだんに大きく、そして最後、一瞬間を空けて2本のバチを太鼓につけておしまいです。2、ドラでお寺の鐘の音を作ってみよう。今度はドラを先に柔らかい布を巻いた杯で打ち、お寺の鐘の音を作ってみましょう。お寺の鐘は今は明け方ですよ。夕暮れになってしまいましたよ。ということを表すほか、静けさを演出したい時に用いられます。まずドラをぶら下げてください。真ん中を先の柔らかい杯で打ち、ゆらゆらさせて響かせます。3、当たり鐘で太鼓を飾ろう。はい、今度は鐘です。出囃子の太鼓と一緒に当たり鐘を打ちます。太鼓は狂言括弧という手組みと半上げという手組みを打ちます。前回は狂言括弧を小鼓と大川で打ちましたね。今回は同じパターンの太鼓版です。鐘は基本的には太鼓と同じことをするのですが、鐘は間におしゃれな音も入れます。まずは太鼓の基本です。太鼓の弾く音を天と言います。つける音をつと言います。当たり鐘では太鼓の天が真ん中のコンになります。つの音がチとかチキになります。はい。太鼓の狂言括弧です。ほうてんてんつってんてんひゃりりひゃりりてれつってんやてんてん。鐘では太鼓の合間におしゃれな音が入ります。こんちこんちきちコンコン。もう一度。
こんち、こんちきち、こんこん。はい、次の行。ちきち、ここ、こん。ちきち、ここ、こん。はい、最後の行です。ここ、ち、こん。や、こん、こん。ここ、ち、こん。や、こん、こん。今度は半揚げです。ふっ、よーい。今度は鐘で半揚げを打ってみましょう。チッコン、コンコン、コチチッコン、コン。狂言括弧と半揚げを続けます。はお。コンチ、コンチキチ、コンコン、チキチ、コココン、チキチ、コココン、ココチ、コン。4. 舞踊曲、藤娘に合わせてみよう。はい、今度は藤娘の踊りにつけてみましょう。最初の部分で大太鼓の水音、その次に太鼓に合わせる当たり鐘です。そして最後の部分にお寺の鐘が鳴ります。では始まります。暗くなりました。暗闇の中で美しい春の日に澄んだ水に藤が映っている風景をお客さんに想像してもらいましょう。ここに水音です。幕が開きました。ここで最後のチラシの部分に飛びます。藤娘の踊りが終わり、最後に夕暮れに藤の精が消えていくシーンです。ドラを打ちましょう。今日は皆さんと一緒に影林を打ってみました。今日の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回から次の章に移ります。洋楽と邦楽との違いの3つ目の楽器の性質の違いの第1回目、変化していく洋楽器と古きを保つ邦楽器です。皆様の温かいコメント、そしていいねボタンとチャンネル登録いただけたら嬉しいです。ではまたお会いいたしましょう。